食べたいと思います。はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで本日はもうほぼベーコンだけ、レタスはちょっとあえただけ、ペペロンチーノでございます。大盛りでございます。お時間もなく腹も減っておる、そんな時はパスタが一番ですね。というわけでいただきます。食べよ食べよ。2時半かよ、あっちゅう前な時間が過ぎるのは。まあ仕事が忙しいわけじゃないんですけどね、いろいろと用事があるんですよ、おじさんになっちゃうと。じゃあ熱っ、これやばいやつやったな。今この勢いでいたい事故するやつやったな。これこの間の天津飯、口の中もうクソもうやけどしまくったからな。うん、うまい。あ、うめえ。シンプルやけどうまいわ。キャベツもなかったからね、何もか結局買ってねえんだよね、おでんのネタ買っただけでな。昨晩はね、おでん食べてたんですよ、ライブで。当面1週間ほどおでん生活ですね、夜は。で、おでんの具を買うことばっかり考えてたから、お昼のね、おかずのこと、飯のこと全然考えてなくて肉買ってねえんだよな、このベーコンしかねえんだよ、ベーコンと焼き豚ぐらいしか。これ1週間乗り切るしかないな。まあでも冷凍の豚バラ肉、じゃあ 豚ロース切り落としとかあるかな、まあ、それなんとか1週間持つでしょ。野菜ねえな、玉ねぎぐらいしかないか、やばいな。この間の月曜日も飲みって遊んだからさ、もう今月、まあ今日から1ヶ月ぐらいまたおとなしく引きこもり生活やな。インターネットのね、回線の第2回工事、まあ、ニューロ光年の NTT が工事にする予定表が、あの選べるスケジュールを選べるようになりましたって言うけどさ、全然選べねえんだけど、一つも選べねえね、一個もあの全部いっぱいですって出てさ、あれどうなってんだろうな。インターネットなんか引っ越せへんし、やばいんやけど。1月とか嫌なんやけど、その問い合わせもせんなんし、今日は仕事の合間抜けて保健所行く仕事も、あの用事もあったり、またも書類作成とかね、たまったもんじゃねえ。俺の嫌いなデスクワーク、今日暑いもん、暑いものね。
でも今週はまた明日あたりご飯炊いて、まだ筋子いただこうかな。筋子食べたい、うん、おでんカレーは週末ぐらいになりそうな気もするな。土曜日ぐらい、日曜日かな、うん。最近ピーナッツほんとうるさいね。何回か入れてやるとね、こうなんだよな。夜寒いかな思って、別に全然寒くないやろうけど、室内やしね。別に寒い夜なんかまだないからな。やっぱちょっと入れ出すと、あーにゃ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 ー言い出すんだよ。最近静かになってたのにな、ここ数ヶ月。楽な方になれるの早い。お、空気感じたか。ちょっと言うてるわな、にゃーにゃー。最近晩酌がね、ライブばっかりやってたんで、動画として残してないんでね、今日はまた、今日こそは晩酌動画撮ろうかな。うん、おでんだけど、今日も明日もおでんやけど、明後日もおでんや、多分。おでんなんか作ったらいいんや、もうほんと1週間食い続けなあかんからね。で今ね、ちょうど牛すじを塩ゆでというか、臭み取り生姜と酒と塩で、あとネギの青いところがあったようなそれなかったから、それだけで臭み取りの下処理まずしてますね。えげつないアクで出たら見せられへんような、うん、汚いアクが出てました。でそのアク抜きが終わったら、アクとか臭み取りが終わったら、圧力鍋のおでんの入れてる、だし入れてるところで圧力かけたろうかな思ってます。うん、うん、多いかな思ったけど全然、うん、いつも通りでした。あ、電話になった。というわけでパテムソ協会、本日はペペロンチーノでございました。ごちそうさまでした。ほな。